さん、お久しぶりです。マコパグ TV のうだとマコパグ TV のママです。ここ最近ちょっと動画が更新できてなかったんですけど、ソラちゃんが春から、4月からね、中学校に入学して、なんかテストやらいろんなことがあったりして、ちょっと動画が更新できてなかったんですけど、これからもマコパグ TV は大分の情報を発信していくので、よかったらチャンネル登録してご覧ください。はい、ということで今日は湯布院にうたちゃんと2人で行ってます。実はソラちゃん今日もテスト勉強です。来週からね、期末テストがあるので、今日はうたちゃんと2人でね、湯布院にやってきました。実は私たちが住んでるところからこの湯布院までは車で45分くらいで来れます。はい、なんでね、今日は2人でうたちゃんと湯布院を散策したいと思うので、よかったら最後まで皆さんご覧ください。はい、はい、でね、今日行きたいとこがあるよね。で、本当は辻馬車に乗りたかったんだけど、もうすでにもう今来たら満席というか1日満席で、もう予約は取れなかったです。この辻馬車は湯布院の駅から約1時間くらい、ま、馬車に乗れるツアーになるんですけど、もう朝の8時50分からこちらのですね、湯布院駅の横にあるインフォメーションセンターかな、予約ができるんですけども、当日のみの予約になるので、超朝早く来ないと予約が取れない、かなり難易度が高い観光になってます。乗りたかった。で、9時45分に来たんですけど、もう全然ダメでした。ちょっと今から湯布院の街を歩きに行ってきます。はい、行こう。11月下旬の湯布院は結構色づいてます。今日はね、日中18度ぐらいまで上がるから、人が、あ、あそこ辻馬車があるよ。ほら、あれに乗りたかった、あれに乗りたかったんだけど満車、残念です。うたちゃん、今日何する？今日はたくさん食べる？うん、食べる？食べる。今日ね、何もまだ朝食べてないけんな。あ、素朴さんだ。カスタムスニーカーね、そこね。あ、ここがユミミルヒさんですね。ここですね、湯布院駅から徒歩1分、湯布まぶし新の湯布院駅前店です。うん、そう、ここがね、朝の10時30分から開くということで、ちょっと10時半までね、ちょっとブラブラしてここに戻ってきて入りたいと思います。じゃあ、うたちゃん行こう。ここはなんか、このお店。あ、見て、ロールケーキだ。あ、ロールケーキ、湯布院卵ロールだって。うん、ここでね、この大きな鳥居の真下に着物レンタルできるところがあります。5000円からですね。フェリーチェプラン5000円、プレミアムプラン6000円って書いてある。めっちゃ可愛いじゃん。あ、うとちゃん、ほら、ニコドーナツがあるよ。ニコドーナツ買う？買いたい。あ、どうぞ。おー、ドーナツ何がいい？
はい、どうも。おいしそう。おいしそう。かわいい。食べ歩きしなよ。ドーナツかわいい。ニコドーナツ2個って入ってるからかわいいよね。うん。ニコドーナツさんは湯布院では結構有名です。で、駅からも近いので、お土産とかに買って帰る人が多いんじゃないかなと思います。ニコドーナツさんは大豆ドーナツなのでヘルシー、女性には大人気のドーナツ屋さんです。湯布院はですね、10時を過ぎると人が一気に増えるので、ちょっとね、お目当てのお店がある方は並ぶぐらいの覚悟で行った方がいいです。ということで、私たちもちょっと早いんですけど、10時半にオープンするお店の前に行って並びたいと思います。はい、人が戻ってきたね。ほら、並んでる。おはようございます。やばい、さっき来た時に並んでたらよかった。もうすごい行列です。天然水を使用したサイダーなんやな。最初飲んだ時はちょっと普通のサイダーだと思ったけど、飲み込んだ後ちょっとなんか味が本当ね、なんか違うね。なんか違うな。あ、なんか違う。その辺のサイダーとは違うね。うん。うたちゃん、薬味セットが来ました。はい、うたちゃん、これ前菜セットだって。しっかりしてる。なんか甘い芋？多分あれだ。お芋揚げてるやない。うん、ね、卵入ってる。うん、どうぞ。こんなのも出てくるんだ。タケノコ？うん、タケノコかな。野菜が結構こんもりしてて、それはこんにゃく。こんにゃくだね。ごぼうかと思ったけどこんにゃくだ。あと里芋と梅干し。梅干しもあるね。その真ん中のは何？四角いの。これ？うん。これなんだ。あ、高野豆腐だ。豆腐。召し上がり方がそちらですね、書いてありますのでお願いします。最初の下地で軽く混ぜてお召し上がりください。はい、ちょっとタレかかっておりますが、足りないでしたらこちら牛のタ、こちらがですね、牛のタレになっておりますのでお使いください。はい、食べ方書いてあります。まず最初に1杯目はそのままで食べる。はい、お好みでタレを足して食べる。はい、2杯目、柚子胡椒、わさび、漬物と一緒に食べる。はい、3杯目、このね、だし汁、これだし汁を注いでお茶漬けにして食べる。おいしそう。美味しそう。お米は1合入ってるそうです。おいすごいよ。おいしそう。すごい。失礼します。お米は美味しい。お米が美味しい。本当。よかったな。お肉も美味しい。
歩きます。この辛味噌めっちゃ美味しい。マジ、じゃあ私も食べてみよう。うん、はい、ここに、うん、じゃあいただきます。うん、美味しいやろ。すごいコクが出るよな。うん、コクがあってすごい美味しい。最後はこのだし汁をかけます。お茶漬けにします。最後はさっぱり。旅に気にはなっていたんですけど、なかなか来る機会がなくて今回初めて来たんですけど、オープン直後はねすごい混んでるんですけど、もう私たちが出た時は全然並んでないので入れますね。駅前の方が人が少ないように思います。ピンリンコの方にも同じお店があるんですけど、あちらの方が混んでるなっていうイメージがあります、はい、ね、こっちの方が入れる。今ね11時半ですけど並んでないので、うん、まあ、並んだとしても多分10分15分ですぐ入れるんではないかなと思います。はい、じゃあこのままちょっと歩いてぶらっと行ってみようかなと思います。牛まぶしを1つ頼んで2人で分け合ったので、うん、お腹はまあ満たされてるんですけど、まだなんか食べれるかなって感じだな。これ今11月末から12月上旬にかけては湯布院はすごい紅葉の季節なので、はい、ね、近隣湖付近に行くとすごい綺麗な景色が見ることができます。はい、ね、基本ね、あと湯布院の駅付近は譲り合いの街なので信号があんまりありません、はいはい、なのでお車で来る方は譲りつつ自分も進みつつ行かないとなかなか前に進むことができないのでね、気をつけてくださいね。で、あの歩行者もたくさんいるので横断歩道は歩行者優先です。はい、はい、さあ行ってみましょう。レッツゴー。ふたちゃん、未来へ手紙を届けませんか。ここ未来ってどのくらい先、やってみる。なんか面白そうだね。ね、面白そうだよね。行ってみよっか。未来って10年ぐらいかな。未来の自分について書けよな。うん、うん、高校1年生の7月、うん、誕生日の月に届くようにしてるよ。これ本当に届くの。え、本当に届くよ。本当に届くよ。届かなかったら届きますよ。届かなかったらちょっとこれやばいよ。大丈夫だよ。本当高校1年生の忘れた頃にね、誕生日月に届くから。めっちゃいい。うん、未来に手紙を残しました。はい、どうやった。なんかね、5年後の自分について書いたけど、5年後は高1で、うんうん、だから、うん、高1に、なんか高1の自分に書いた。そう、うん、何してますか。なんかそっちゃんについても書いた。あ、そっちゃんについても書いた。そうなんだ。よし、じゃあこのまま湯の坪街道をまっすぐ歩いて金輪湖の付近に行ってみようと思います。すごい人だよ。歩けるかな。金賞コロッケはもう大行列、すごい。湯布院の旅
食べ歩きはまた別の動画紹介してるのでぜひそちらも見てください。あ、そうよね、本当定期的にね、湯布院には来て食べ歩きをしているんですけど、ね、いろんなものがありますんでね、はい、他の動画を見ていただけると嬉しいです。はい、でも今日の目的はなんか甘いものを食べるのかな、なんか食べたい、とにかくね、もったいない湯布院に来たんならね、そうやな。うわ、あ、唐揚げ屋さんもあるよ、蜂蜜屋さんもあるよ。テスト勉強をしているそらちゃんのお土産に花よりさんのお団子をお土産に買って帰りたいと思っています。そうやね、後でじゃあ寄りましょう。お伺いします。どうする、食べながら行く。おったおった、わあ、リスだ、あ、かわいいね。ウタちゃんと一緒で、今みんなリスの食事の時間なんやわ。はい、犬壺街道結構歩いてきました。はい、ね、犬壺、あの湯布院にね初めて来られる方は駐車場に迷うと思うんですけど、この犬壺街道付近に停めるとすごくあの人が歩いてて、あのすごい大変なので、できれば湯の坪街道から少し離れたところに止めることをお勧めします。有料駐車場はね結構各地にあるので、はい、そちらをね見つけていただいて止めた方が無難です。はい、恒例の花よりさんです。はい、今回もお邪魔します。あ、金輪湖のとこですね。ここ空いてるかな。ああ、出てきた。すごい。ああ、いいやな。うん、わあ、見て金輪湖、11月末はもう紅葉が本当綺麗なんでね、来るんだったら11月末ぐらいがおすすめかな。うん、あったかいし、うん、日中はあったかいからね、朝晩はすごい湯布院は冷え込むんですけど、日中はねとても暖かい日が多いので、なんか半袖の人とかもいます。わあ、めっちゃ綺麗、ほら見て、あ、綺麗。湯布院は何回来ても楽しいよ。そうやな、確かに何回来ても楽しいな。金輪湖のすぐそばの木阿弥の森というところなんですけど、その中に、ね、こう体験工房がありまして、つまみ細工とビーズのアクセサリー体験ができます。かんざしとかね作れるみたいなので、外国の方とかすごくいいんじゃないかなと思います。60分程度で、あの全然あの初心者の方でも教えて、丁寧に教えてくれるということなので、こういうの体験してみるのもお土産にいいんではないかなと思います。体験料は2000円です。いいね、こういうの体験だって、ね、つまみ細工、アクセサリー作りが体験できます。今日の締めは吉子さんの唐揚げで締めます。はい、
の中津唐揚げ、吉子さんのね大好きな吉子さんの唐揚げで今日は締めたいと思います。はい、どうもありがとう。大きい吉子さんの唐揚げは1個が大きいので3つでもう十分で毎回高い。あ、いちご大福屋さんがある。ここのいちご大福も超絶品なんよな。でも別の動画で紹介してますんでね、湯布院旅の方で紹介してるんで、そのいちご大福屋さんも見てみてください。手湯があります。地の壺街道には手湯があります。ぬるい、手も洗えるし気持ちがいいな。はい、こちらの久口さんのねモンブランどら焼きが超有名です。和栗のモンブランどら焼き、こちらのね動画も別動画でご紹介してますので、よかったらご覧ください。はい、ということで湯布院駅に帰ってきました。湯布院駅に戻ってきました。はい、湯布院駅はなんか工事中やけど、はい、何が良かったですか。たくさん美味しいものを食べてたので、うん、とっても楽しかったです、はい、今回ももう本当なんか体験ツアーというより食べ歩きツアーでした。はい、はい、でね、ワークショップとかもちょこちょこあって、今日改めて歩いてみて感じたのが、ね、至るとこにカフェがあるなんか疲れたらそこで休めるかなと思います。本当に至るとこにカフェがあるので、もう全然見つけ疲れたらもうそこでちょっと休憩しながら歩いたらいいかなと思います。湯布院駅から湯の坪街道までは歩いて10分ぐらいなの で湯の坪街道はいろいろなお店が本当にいろいろあるので、まあ、そこで食べたり体験したり休んだりね、いろいろ見たり、動物もいるのでね、はい、十分遊べると思います。湯布院は皆さん大分に観光に来られるときに結構聞かれることが多いんですけども、別府から車で30分ぐらいかな、30分ぐらいの距離なので、別府観光を1日目にした方は2日目は湯布院観光とかもいいんじゃないかなと思います。はい、今日どこが良かった。唐揚げ唐揚げが良かった。唐揚げと未来への手紙を書いたのがすごく楽しかった。あ、そうやな、ああいうのしたことなかったけんな、うん、旅行に来てね、ああいった思い出を残すのもいいんじゃないかなと、うん、思います、はい、よかったら皆さんも湯布院観光の参考にしていただけると嬉しいです。はい、はい、マコパグ TV では大分のグルメ情報や観光スポットをこれからも発信していくので、ぜひそちらも見てください。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた次の動画もお楽しみに。バイバーイ。